はい、皆さん、ストレンジャーショー楽しめましたか？楽しめた人手を挙げてください。よかったね。いやー、どうなるかと思ったけど、正義の味方が勝ちましたね。勝ちましたね。あー、よかった。さて、じゃあね、みんなね、もしかしたらね、ぼんやーり見てた人がいないかな、ちょっと心配なんですよね。これからストレンジャーショーおさらい丸バツクイズの時間です。イエーイ。はい、それではですね、じゃあ幼稚園保育園とそれから小学生の皆さんは前に出てきてください。はい、ね、小学生と幼稚園保育園のみんなはゲームに参加する権利があります。はい、わ、いっぱいいるね。狭いけど気をつけてね。はい、ありがとう。じゃあ今から丸バツクイズをしたいと思います。それではですね、さっきストレンジャーショーに出てきてくれたストレンジャーマタイとカモネをみんなで呼びたいと思います。じゃあ最初にストレンジャーマタイって一緒に呼んでくれる？ストレンジャーマタイね、いいかな。3、はい、ストレンジャーマタイ。いやー、来た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 、ありがとう。ストレンジャーマタイはこっちだね。はい、じゃあマタイ、こっちに来てください。じゃあもう一人呼びたいと思います。じゃあストレンジャー、ストレンジャーと呼びたくないね。ニセレンジャーと呼ぼうか。じゃあニセレンジャーカモネって呼んでみよう。本当に来るかな、ニセレンジャーカモネね。3、はい、ニセレンジャーカモネ。来た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 、あー来た来た来た。はい、じゃあね、これからはね、危害加えないでくださいね、子供たちに。はい、じゃあニセレンジャーカモネはこっちにいてもらいます。それでは丸バツクイズの、ルールを説明します。今からね、ロコちゃんが問題を読みます。よく聞いてください。そしてそのクイズの答えが丸だと思ったらマタイの方に行ってください。そのクイズの問題がそれは本当じゃない、バツだと思ったらカモネの方に行ってください。わかる？いいですかね。それで、それまで10数えるから、どっちかに行ってください。それね、全然意味が分かんないと思ってもどっちかに行ってね、どっちか、どっちかが丸だから、どっちかが、正解ですから、いいですね。はい、それでは第1問、じゃあロコちゃんよろしくお願いします。はい、じゃあ第1問いきます。仲良く5人組が集まって最後までヘイドロをやりたくなかったのはヤマト君である。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あれ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 、いいの、それでいいの、それでいいの、あれ、はい、はい、あれ、一人も。じゃあ正解は、正解は丸でーす。ーイエーイ。はい、おめでとう。じゃあ今のところじゃあ全員正解ね。じゃあ2問目いきますよ、ロコちゃん。いきます、第2問目。今回の悪者の名前はカモメである、丸かバツか。10 9 8 7 6 5 4。あ、急がなくて大丈夫よ。3 2 1 0。はい、もう動かない、はい、もう動かない。じゃあこっちはピッ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 、動かない動かない。どっちかな、ね、こうなの、こうなの。はい、あなたはどっちかな。こっちね、はい、わかりました、はい、あなたはどっちかな。こっちね、はい、はい、じゃあロコちゃん正解は、はい、正解はバツです。はい、
ニセレンジャーの名前はカモメじゃなくてカモネでした。あー残念ね。はい、じゃあ今のところ正解ね。はい、じゃあ3問目いきます。ロコちゃんお願いします。はい、3問目よく聞いて、よく聞いてください。ストレンジャーカモネが出てくる時の言葉は分裂戦隊ストレンジャーカモネさである、丸かバツか。はい、どうだっけな、さっきの聞いてたかな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ロコちゃん正解は、正解はバツです。 あれあれあれ。はい、実はねさっきね、分裂戦隊ストレンジャーかもねだーって言ってたんです。たーじゃなくてだーって言ってました。難しかったね、これはちょっと意地悪だね。ごめん意地悪だね。ごめんこれね、ロコちゃんですから考えたの。ごめんみんな。はい、じゃあ思い直して、じゃあ次行くよ、はい、次行くよ。今のところパーフェクトの人覚えててくださいよ、いいですか。はい、じゃあ次行きます。じゃあ第4問目。はい、4問目。いつでもめんどくさいことはやらなくてよい、丸かバツか。はい、10 9 8 7 6 5。あらあらら、なんか人に合わせてない、人に合わせないで自分の考えで言ってよ、自分の考えで。3 2 1 0。あ、イアンどうしよう、イアンこっち、あ違う、こっち、こっち、あ、こっち2人ね。はい、はい、じゃあロコちゃん正解は、はい、正解はバツです。あーバツだね。ね、めんどくさいからって言って何にもしなかったらみんなのお母さんやお家の人晩ご飯作ってくれないよ。ねねえ、そう、めんどくさくても大事なことはたくさんあるね。はい、じゃあ次いきます。第5問。はい、第5問。子供たちの先生は神様を信じた、丸かバツか。どうだったかな、どうだったかな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あれ、また同じ答えになっちゃった。じゃあロコちゃんお願いします。正解は、正解は丸です。そうだね、さっきあの学校の先生は私も教会に行ってもいいのかしらって聞いてたよね。ね、あの後先生は教会に行くようになったんだよね。はい、よくみんな聞いてました、よく見てたね。はい、はい、じゃあ6問目いくよ、だんだん難しくなってくるかな。はい、よく聞いてください。はい、6問目。その人がいい人かどうかは言っていることで判断できる、丸かバツか。その人がいいかどうかは言っていることで判断できる。10 9 8 7。みんなただ人に合わせてないかい、大丈夫かい。5 4 3 2 1 0。とりあえずじゃあ正解を聞いてみよう。ロコちゃん、はい、はい、正解はバツです。あー、みんなよくわかったね。そう、その人の言っていることだけじゃその人が本物かどうかはわかんないね。ね、なんか嬉しいことばっかり言うけど行動が伴わない人だっているよね。口先だけの人だっているよね。ね、だけどマタイは本当に助けに来てくれて口先だけじゃないってさっきはよく分かったよね。ね、はい、よく分かった。じゃあ次いくよ、第7問。はい、聞いてよ、いきます。第7問。御言葉ビームは危ないので子供たちはなるべく使わない方が良い、
丸か×か。御言葉ビーム。御言葉ビームは、ね、子供が使うにはちょっと危ないからなるべく子供は使わない方がいい。どうだっけね。10、9、8。誰も移動しないっていうこれは何なんでしょう。5、4、3、2、1、0。いいんですか、いいんですか。はい、じゃあロコちゃん正解を。はい、正解はこれはいいんですよね。はい、正解は×です。はい、そうです。よく分かって、すごい、ちゃんと内容みんな分かってんのね。そう、子供も御言葉ビームはどんどん使いましょう。そうじゃないと悪者の嘘が分かりませんね。神様がいいっていうことはみんな聖書に書いてあります。だから聖書の御言葉をたくさん覚えてね。ね、そして悪者に負けない人になりましょう。はい、はい、それでは第8問。8問目、人に喜ばれることをすれば天国に行ける、丸か×か。人に喜ばれることをすると天国に行ける、ねね、素晴らしい希望のメッセージ。10、9、8、7、6、5。あれ、みんな疲れて動かないのかな、もう。4、3、2、1、0。いいの、いいの、そこでいいの。じゃあロコちゃん正解は、はい、正解は×です。あー、みんな合ってた、わかる、すごい、そこまでわかるか。そうだね、人の顔色ばっかり伺って人の喜ぶことしかできないようになったら、人が喜ぶことだけしてたらさっきのカモネと一緒だよね。めんどくさいことはしなくたっていいんだよとか、人の喜ぶことばっかりしてたらそれは違うよね。人が喜ばなくても正しいことはたくさんあるよね。ね、みんなも神様が言う正しいことを、知って、そしてついていってください。じゃあ最後の問題に行きますよ。最後はどんなのかな。じゃあ最後の問題です。ロコちゃんお願いします。はい、ストレンジャーマタイが言った本当のお友達は相手に悪いことは悪いと言える人のことである、丸か×か。10、9、8、7、6、5、4、3。人に教えてあげてる人いますけどね。あらららら、あらららら、3、2、1、0。境目はここかな。いいですか、ね、本当の友達とは相手に悪いことは悪いと言える人のことである。あ、なんか迷うね、どうなんだろう ね、 ね、いいのかな、悪いなんて人に言っちゃって。じゃあロコちゃん正解をお願いします。はい、正解は丸です。あ、みんなすごいね、よくわかったね。そうですね、人に喜ばれなくても悪いことは悪いってちゃんと教えてあげる人が、その人が本当の友達です。みんなもそういう本当の友達になってください。はい、それではね、こんなによくシトレンジャーショーのシトレンジャーマタイの言いたいことがみんな分かりましたね。じゃあ、マタイの言っていたイエス様に、習って、そして正しいことができるようになる、そしてお友達のために、祈ってあげることができるようになる、そんな風になりたい人は、いますか。マタイの言っているそんな人になりたいっていう人いますか。それともカモネのようになりたいっていう人いますか。ちょっとやだよねそれはね。マタイみたいに、ごめんなさいカモネさん、ね、あなたも早く悔い改めていい人になってください。でマタイみたいにお友達を助ける本当の友達になりたいね。でね、聖書には本当の友達はイエス様だって書いてあります。イエス様に心に入ってきてもらえれば、人の目ばっかり気にしないで正しいことは正しいって言って、そして、力を与えてくれる、そんな風になれます。じゃあ今からイエス様にそうやって自分の、毎日を手伝ってほしい人、イエス様
私の心に入ってくださいって、一緒にお祈りしたい人は私がゆっくり言いますから一緒について同じように言ってください。そして前に同じお祈りをしたことがある人も同じように一緒に祈ってもらっていいですか。はい、はい、じゃあ祈ったらね、イエス様はきっとみんなの心の中に来てくれるよ。じゃあ手を、こうして組んで、そして目をつぶってちょっと頭を下げてください。心に入ってきてくれるように今からお祈りしましょう。お祈りしますね。じゃあイエス様、あなたは私の主です。今まであなたのことを知らないと言ってきたことを許してください。私の心をきれいにしてください。今日から私の心に住んでください。あなたが私の救い主だと今日信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、拍手しましょう。はい、あのね、目つぶってただ祈っただけだから別にこれが何なのって思うかもしれないけど、心からね本当にそうなってほしいと思ってお祈りしたらイエス様はみんなの心に住んで今日から力を与えてくださいます。今日初めてこのお祈りをした人いますか。教えてください。初めてお祈りした人、あ、いるね。初めてお祈りした人、はい、その人たちにはプレゼントを実は用意しています。手を上げっぱなしにしてくれますか。今、はい、プレゼントのね引き換え券を今差し上げますね。ロコちゃんから引き換え券をもらってくださいですね。はい、はい、はい、こちらにもいますね。じゃあいいですか。はい、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 あ、じゃあ、もらって、みんなにあげてくれる？あげ、あ、ほらほら、はい、はい。それでね、この引き換え券を持って、実はね、後ろの方に、交換所っていうところがあります。ね。ね。で、後ろの方に交換所、引き換え券交換所っていうところに行ってプレゼントと交換してください。いいですか。落とさないでね。持ってる。はい、わかりました。まだもらってない人いますか。あ、はい、お祈りしたのね。ね、ね、イエス様はねみんなの味方だよ。ね、困った時はいつでもねシュトレンジャー呼んでくれって言ってたけど、イエス様のこといつでも呼んでね。はい、ですね。ありますか。あ、ケーキを持ってるね。はい、はい、もらってない人いませんか。はい、大丈夫ね。とりあえず、はい、ありがとうございます。じゃあ、今もらったお友達もそれから、あ、多かった。はい、多かったね。はい、はい、多かった。はい、あ、いいのいいの、まだね。もう一度言います。今このチケットをもらった人は後ろの方に、今ねほらウンニョン先生が手を振ってるかな。手を振ってる。ほら後ろの方で手を振ってる。あそこに、今行かないで後で行ってください。いいですか。はい、今はまだあげられません。後で行ってくださいね。はい、それではこれからなんかお楽しみが待ってんだよね。じゃあもう一度席についてください。はい、皆さん席についてください。席についたら次の素敵なお話があります。じゃあケーキくんと、はい、はい、じゃあシュトレンジャー、それからニセレンジャー、ワンワン、どうもありがとうね。ありがとう。ありがとう。はい、
じゃあ司会に戻します。逆だわ。はい、皆さん今日は ICF 子どもクリスマスに来てくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。